1997年 FIA は ITC 国際ツーリングカー選手権に代わって FIA GT 選手権をスタートさせる。メルセデス・ベンツと AMG はこの新カテゴリーのためにわずか128日でニューマシンを開発し開幕戦へ送り込んだ。それが CLK GTR である。カーボンモノコックにスチール製ロールケージを押し込み、6リットル V 型12気筒を搭載した CLK GTR はシーズン当初こそ信頼性に苦しんだが、徐々に進化を発揮。結局11戦中6勝を挙げ、見事この年のチーム&ドライバーのダブルタイトルを獲得した。翌1998年には後を追うライバルたちに決定打を浴びせるべく、 AMG メルセデスは CLK GTR の進化版を投入した。それが CLK LM だ。 LM 最大の変更点はエンジンだ。重く長い V 型12気筒を V 型8気筒へと換装、軽量化と前後重量バランス改善を実現した。合わせてラジエーターをフロントからボディサイドへと移すことで、フロントフードを極限まで低め、空力特性も向上している。サスペンションをプッシュロッド化することでフォーミュラーのような操作性も手に入れた。この年のルマン24時間レースでデビューした CLK LM はルマン優勝こそ逃したが、 FIA GT 選手権では旧 GTR と合わせて全10戦に全勝。圧倒的な戦闘力でクラウス・ルドリク、リカルド・ゾンタ組をシリーズチャンピオンへと導いたのである。